皆さんこんにちは、りょうやです。で今回のアップルシナモンロールで一応今回のパンの特集は終わりなんですけど、あのパン作りはですね、そんなにあの難しくないので、ぜひ皆さんもね、あの作ってみてください。でしかも今回使ったのはあの白神小玉酵母っていう、発酵のスピードがドライ普通のドライイーストとほとんど変わらないぐらい発酵が早いやつを使ったので、もうね、本当に何のコツもいらないというか、本当にね、すぐ簡単に思い立った時に作れるので、まあ、レーズン酵母とか、あとはサワードーとかだと、ちょっとあの一次発酵、二次発酵の時に、こう、発酵あとどれぐらいで終わるかなって、こう、様子見ながらやらなきゃいけないんですけど、今回の白神小玉酵母っていうのは、すごい時間が読めるので、一次発酵と二次発酵もだいたい30分から1時間ぐらいの間で、まあ、気温が20度台とかだとあのすぐ終わるので、時間も読みやすいので、あのすごく簡単に作れると思いますので、皆さんもね、ぜひチャレンジしてみてください。まあ、やったことある人はね、あのレシピをアレンジして、あの天然酵母でももちろん作れるし、まあ、サワードーでアップルシナモンロールはあんまり美味しくないかもしれないけど、まあ、いろいろね、パン作り慣れてる人は自分の酵母でぜひチャレンジしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。